なるほどな。事故で死んだ親の借金100両を払うあてを探さないと、この子はこの家から追い出されてしまうと。うん、だけどこんな若い子を一人で路頭に迷わせるわけにはいかないじゃない。それにこの子にとってこの家は特別に大切な場所みたいだし。そうなのか。あ、はい。この家は事故で死んだ両親が残してくれた唯一の形見みたいなものなんです。私は生まれてからずっとこの家で育ってきました。うちは貧乏だったけど、お父さんもお母さんも優しくて、私すごく幸せでした。ここはそんな家族との思い出が詰まっている大切な場所なんです。両親が亡くなった今、この家まで失ったら、私の大切なものも思い出も全部なくなっちゃう。それがすごく怖くて。それに両親の借金も元はといえば私のせいなんです。どういうことだ。私幼い頃珍しい病気にかかってしまったんです。治すには高い薬が必要で、両親はそれを買うために借金を。だからうちの借金は両親のじゃないんです。私の借金なんです。私が病気にならなければ借金もなかったし、この家を失うこともなかったのに。それは違う。親が子供のために尽くすのは当たり前だ。それはお前の責任じゃない。それにお前がそんなことを言ってるのを知ったら、天国の親御さんたちも悲しむはずだ。自分を責めるのはよせ。事情は分かった。要はこの子の借金を払うあてができれば、この子はこの家を失わずに済むということだな。あ、うん、そうだけど、一つ頼みがある。この家を案内してもらえないか。え？あ、はい。どう？いいでしょう。ちょっと古いけど畑で野菜も作れるし、台所とかお風呂もちゃんとついてるからね。地主が欲しがるのもわかるでしょう。ああ、確かにな。俺も気に入った。よし、決めたぞ。え？決めたって何を？さっき言っていたよな、この子の借金を返すあてが欲しいと。ん？うん。なら俺がそのあてになってやる。え？え？どういうこと？わからないのか。俺がこの子の借金を返すということだ。え？え？信じられない。え、そりゃありがたいけど、いいの？借金100両だよ。100文じゃないよ。ああ。だが俺もそこまでお人よしじゃない。条件が2つある。条件？ああ。1つ目の条件だが、この家は俺の別宅にさせてもらう。別宅？そうだ。たまにはこうした田舎でのんびりと自給自足の生活を送るのも悪くない。
なるほど。確かに野菜作りや料理もできるから別宅には最適かもしれんね。もう一つの条件だが、お前には今まで通りこの家に住んでもらう。どういうことです？俺にはまだ今日の町でやらなければいけないことがたくさんある。ここで毎日過ごすことができない。だからお前にはこの家に住み込みで家事や掃除をしてもらいたい。そうすればお前もこの家と離れずに済む。借金の苦しみからも解放される。なるほど。すごい。まあ俺みたいなむさ苦しい男と暮らさなきゃならんという新たな問題は発生するかな。ただ悪い話ではないはずだ。どうする？本当にいいんですか？借金を肩代わりしてもらって、その上私もこの家で住ませていただくなんて。ああ確かに少し高い買い物ではあるがな、俺も一応武士だ。二言はない。ありがとうございます。よろしくお願いします。決まりだな。やったー、よかったねー、よかったー。はい。そういえば自己紹介がまだだったな。俺は斉藤だ。お前は？はるかと言います。はるかか。じゃあこれからよろしくな、はるか。はい、よろしくお願いします、斉藤さん。よし。豊作だ。よし。やられたか。
斉藤さん、いってらっしゃいませ。ああ、はるか、ちょっと出てくる。あ、はい、何とぞお気をつけて。硬いな。え、何がです？はるかの俺への態度だ。これから一緒に過ごすんだ。もっと気さくに接してくれて構わない。あ、はい、わかりました、斉藤さん。どうするか。ひとまずその斉藤さんという呼び方を変えてみるか。え、はい、ではなんて呼べばいいでしょう。そうだな、はじめちゃんなんてどうだ。はじめちゃん、ちょっと違和感を感じますね。逆に呼びにくいかも。そうか、まあ確かにな。それじゃあだ名で呼ばれるのもいまいちピンとこないしな。となるとおじさんとかか。おじさん、確かに、なんかすごくしっくりきます。なんでだろう。まあもともと老け顔だからな。実際の年はまだおじさんというほどでもないが。いや、言い出したのは俺だし、構わん。お前が呼びやすければそれでいい。どうだ、呼びやすいか。はい、すごく呼びやすいです。ならそれでいい。これからはもっと打ち解けてくれ。じゃあ行ってくる。はい、じゃない、うんでいいぞ。うん、いってらっしゃい、おじさん。